ほっとしております。よかったです。はい、こちらはですね、文字通り YouTuber の皆さんの本名を当てようというクイズでございます。面白くなさそうだけど大丈夫ですか？あ、なるほど、ちゃんと考えてるんだ。コラボとかね、こう今後するかもしれないから、こう種まきしとくのは大切かもしれない。頑張る。これどうやるの？うん、なるほど。むずくない？むずいでしょ。まあやってみよう。オッケー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 。まあ早速やってみたいと思います。それでは早速いってみまーしょう。おお、めっちゃ有名な人ばっかりじゃん。でも全然わかんない。あ、やばー、一人多いんだ。その引っ掛けにもちょっと回避しながら頑張りたいと思います。ヒカキンさんの本名とか全然知らないんだけど、でも光って入ってることは光る。え、待って、光るが二人いる。やば、斎藤光ると、はい、なんて読むんだこれ、難しいな。これあの人新潟県出身でしょ。新潟にはこれが多いのかな。え、やば、ちょっとヒカキンさん置いとこう。次ヒロシ、誰？キャンプしてる人だ、 YouTube で。ヒロシですの人。でも絶対多分下の名前ヒロシでしょ、さすがに。いないじゃん。ペインダンカンかな。え、待って、むず。シバターさんから行こう。モノモース系の人だよね。シバターさんはシバターユウスケさんだと思います。シバターさんとかね、絶対ここコラボしなさそう。だってやばいっしょ、バンナムは許さなさそう。デカキンさん、ウームね、入ったね、すごいよね。だってもともと芸人さんで、自分でね、なんかあの編集とかもしててさ、つか編集のクオリティがめっちゃ上がったよね。明らかスタッフさんが入ってるよね、あれ多分。でもさ、このヒカキンさんの真似をしたことからさ、ヒカキンさんの事務所に入れるようになったっていう、その経緯がさ、シンデレラストーリーすぎてやばいよね。え、デカキンさんの名前全然わかんないよ。デカキンちゃんからパチってっしょ。まあとりあえずなんとなくだけど、前田啓太な気がする。前田啓太さんな気がするから、前田啓太に行きます。はじめ社長、お、はじめ社長はね、大丈夫。あかり、コラボした時名前出したんだよな。枝くんだ、枝はじめさんだった気がする。これは絶対合ってる。これは完璧よ。ヒカルいるじゃん。宮迫さんなんで、なんかいろいろ大変そうだね。ヒカルさんは兵庫県出身、ヒカキンさんは新潟県出身。新潟はなんかすごい開墾とかすごいしてそうな気がするから、こっちヒカキンさんは海抜ヒカルだと思う。ヒカルさんは斎藤ヒカルだと思う。意外と普通。フィッシャーズ元木、元木っていう名前も いないもんな。ラファエルさん、なんか炎上系じゃん。結構大丈夫。昔ラファエルさんとかの真似して炎上したからね。赤色したいって言った企画じゃないんだ。赤色せいじゃないし、人のせいにするっていう。PDRさんは結構昔からいる外国人の人だよね。ペインダンカン龍之介じゃん、 PDR って。あ、これは絶対合ってるでしょ。これ引っ掛けだったらどうしよう。これは合ってると思う。芝優さん、この間奥さんが炎上した人だよね。みんな炎上しすぎやろ。なんで芝優なんだろう。柴田優、待って、柴田優介がいるじゃん。え、待って待って待って、柴田さんちょっと違うわ。ここ柴田さんは一旦出して、東海オンエアの柴優さんがこの柴田優介さんだと思います。この人なんて読むの。本気もかい、むつ、え、マスオ、マスオリースの人だよね。オハスタとか出てる人だよね。マスオ出れるのと、彼も出れそうな気がするんだけど、宮本マサオなんじゃない。マサオからちょっとあだ名でマスオって言われるようになったとか。ヒカキンさんのね、親友だよね、高校時代からの。確かあと4つか。あって、ラシドハムザカーンって誰誰誰。シバターさん実は外国人かな。そう思ったらちょっとタイ人みたいにも見えてきた。ラファエルさんはさ、仮面つけてるじゃん。顔隠してるし、なんか見バレをしたくない感じだから、多分名前出てないと思うんだよな。ちょっと前にご結婚されて子供も生まれておめでとうございます。多分ラファエルさんこれ引っ掛けな気がする。で、マサイさんはマサから来てマサイになったんじゃないかなと推測する。からこういきます。西山正隆さんはフィッシャーズのマサイさんのこと。フィッシャーズの元木さん、これあれじゃない、元木もって読むのかもしれない。本気もじゃなくて、どうしましょう。え、なんか美味しそうな名前だね。あかりさ、あんこう鍋食べに行きたいんだよね。神田の方にすごいあんこう鍋が有名な老舗のお店があるみたいで、ちょっと高いらしいんだけど、なんかそれにね、行ってみたいの。でもさ、あんこう鍋の時期ってさ、もう1、2月で終わるからさ、今月行けたらいいなと思ってるんだけど。あれください、次、ラッシドハムザカン、ヒロシ、ヒロシ、ヒロシからラッシドハムザカンは無理だな。シバザハムザカン、シバザ
しゅ違うな、ひろし、しばた、ラシド浜坂っぽいのどっちだろう。ひろしじゃなくてもいいじゃんね。ラシド浜坂の方が面白いもん。しばたさんかな。いやでもしばたさんもしばたって名前よりラシド浜坂の方が面白い。ヒカキンさんがラシド浜坂っぽい。いやでもしばたさんかな。実はなんか違う血が混ざってて、すごいガタイもいい感じじゃん。からなんかラシド浜坂な血が流れてるんだと思う。というわけでひろしは多分普通に斉藤健一だと思う。一旦こうやけど、ちょっと悩んでるところはヒカキンさんとヒカルさんが逆かもしれないなっていうのがある。いやこれ意外と合ってんじゃない。あかり、よしこれでいこう。いこういこういこう。まあやっぱりファーストインプレッションでオッケーオッケーオッケーです。お願いします。11問中あかりが正解してるのは、あちょっと待って、結構間違えてる。え、4問も間違えてる。戻しちゃダメ。いい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 。まあ、あかりの結果は11問中7問の正解だったんだけど、で絶対間違えてんのはここだと思う。ヒカルヒカルが逆なんだと思う。ヒカキンさんが斉藤ヒカルで、ヒカルさんがカイナンとかヒカル、ヒロシさん、シバターさんが逆なんじゃないかな。え、それかラファエルさん入っちゃう。絶対ここだと思うんだよな。ヒロシさんがラシドハムザカンで、斉藤圭一さんがシバターさんかもしれない。ラファエルさんはやっぱりさ仮面をしてるから素性はちょっと明かしてないってことで、これでお願いします。デカキンさんやわ。デカキンさんとヒロシさんが違うんだわ。でもいいや、もうなんか正解言っちゃおう。もうなんかマシンだから飽きちゃったお願いします。よし正解者、はじめ社長、よかった。マスオさん、ありがとうございます。フィッシャーズ元木さん、PDR さん、ありがとうございます。ヒロシ、ヒロシさん合ってるんだ。お、なるほど。で東海オンエア芝居さん、はい、ヒカキンさん合ってた。え、もしかしてマサイさんって本当にマサイ族だからラシドハムザカンなの。あー、ヒカルさんの本名前田啓太だったかもしれない。あー、よっかー、なんかの動画で言ってたんだよ。もう言われたらそんな気がする。あー、なるほど、芝沢さんなんだ。わかんないよこれ。ちょっと待って、斉藤ヒカルさんなの。どっから芝沢来たん。ラシドハムザカーじゃないんかい。本名がマサイ族とのハーフなんだ。そうなんだ。いー、芝沢さん一番むずいわ。やば。ちなみにさ、ヒカキンさんってなんて読むの。あ、開発ヒカル、すごいね、初めて見た。ラファエルさんはやっぱ出てないんだ。あ、それは合ってたのか、推測が。悔しいかな。まあ悔しくはないけど、せっかくだったら全問正解したかったね。ちなみにフィッシャーズの元木さんはやっぱりこれ元木もさんって読むの。珍しい名前。元木もなんて読むんですか。元木も海さん。なんかもうすでに芸名みたいな感じだね。柴田さんが一番わかんねー。いやそうだよね、悔しいかもちょっとやっぱり。というわけでですね、結果は11問中7問正解ということでございました。わわわわわわわ、意外とわかったね。最初から知ってたのははじめ社長ぐらいなんだけど、みんな自分の本名からちょっと派生した名前をつけていらっしゃる方が多いのかな。まあ、柴田さんとマサイさんはちょっとよくわかんないけど、でもなんかマサイ族っぽいっていうのがあったのかな。まあ、とりあえずハーフってことだよね。ヒロシさんもちょっとよくわかんないね。というわけでですね、まあ結果は11問中7問の正解というわけで、全問正解には至らなかったんですけど、まあ暇つぶしにはすごいいいなと思いました。はい、作ってきて
くださってありがとうございます。今日ね、こう出てきた方の誰かとコラボしますみたいな感じで匂わせをしてるようだけど、全く今んとこないから、有名な方だからコラボできたらね、いいなと思います。まあ多分ラファエルさんとか柴田さんとかコラボしたら炎上するのかな。どんな風にいじってもらえるんだろう。とりあえず人としては人じゃないわ私、まあ、とりあえず喋ってみないと分かんないから楽しみに待ちたいと思います。どうか